北京オリンピックの新種目のジャンプ混合団体で、日本の高梨沙羅、佐藤幸椰、伊藤有希、小林陵侑は、1回目の1番手で登場した高梨沙羅選手25が、スーツの規定違反で失格となった。このスーツの規約違反自体は、これまでの国際大会でも何度も起こってた。しかし、その後、オーストリア、ドイツ、ノルウェーの選手と、手続きに、同じ理由で失格となり、参加した10カ国中、4カ国の選手が失格するという波乱の展開となった。ドイツは、1回目の3番手、女子のカタリナ・アルトハウス選手が失格となり、10カ国中9位で2回目を行うことができなかった。優勝は、1人も失格者を出さなかったスロベニアで、同じく、全8回のジャンプで得点を加算したロシアが2位、カナダが3位。失格1人の日本とオーストリアは、4位と5位に食い込み、2人失格のノルウェーは、8位という結果に終わった。これには、解説のトリノ五輪日本代表の一個強し氏が驚きを語った。こんな試合は、あまり見たことがないですね。女子ばかりですよね。それもメダル争いの国でしたので、非常に残念ですと語った。ソチ五輪日本代表の竹内択選手は、このスーツの規約違反に関して、飛んだ後に抜き打ちで検査されます。スーツの大きさであったり、体重が足りてるか、糸と金具の位置は合っているか、靴が大きいのか小さいのかと、たまに測られますと説明した。その上で、選手もかなり意識しているところと説明した上で、一人が、失格ってことはあるんですけど、ドイツもオーストリアもっていう、今までワールドカップでもないような試合展開ですね、と語った。この結果に怒りをにじませているのは日本だけではない。ドイツの監督で、自身もオリンピック3大会に出場した経験を持つ、シュテファン・ホルンガッハー監督は、私にしてみれば、パペットシアター、操られた舞台のようだと強く批判。このことは、今回に限った話じゃない。シーズンを通して、スーツが問題になっている。ありえないくらい頭にきている。とても理解できないことだ。スーパージャンプだったのに、と嘆いた。オーストリアのスキー関係者も、そもそも、スーツの規約を一律じゃなくて、ランダムにチェックしてる時点でおかしい。時間をかけてでも、全体をチェックすべきことだと思う。これが採用されている限り、例えば違反していても、あるタイミングでチェックを受けたら、政府って扱いになるケースが増えるだろう。と規約に疑問を呈した。国際スキー連盟 FIS はスーツ規定に厳格で、アンダーウェアについてもルールを定めている。防寒するために重ね着したいところだが許されない。生地の厚さは5ミリ以下。シャツとパンツに分かれていて、袖は肘より上の長さまで、裾の長さは膝上でなければいけないと決められている。ハイソックスとの重ね合わせも認められない。しかし、今大会では、高梨選手をはじめとした、国際大会を戦い続けている選手らが、相次いで、このスーツの規約で失格となった。世界中からも、今回の規約違反に関しては、批判の声が出ている。ルールの見直しなどが迫られることになりそうだ。